アレッサンドロネスタは、イタリア・ローマ出身の同国代表の元サッカー選手、現サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。イタリア共和国功労勲章受賞。ラツヨラツヨでデビューした1993年当時のネスタ1985年にラツヨのユースアカデミーに加わり、17歳でトップチームデビュー。その後10代後半から主力として活躍。20代前半で、 ラツィオのキャプテンを任された。1998年のコッパイタリアでは AC ミランとの決勝戦でゴールを奪い、その年のセリエ A 最優秀若手選手賞に選ばれた。1999から2000シーズンのスクデット獲得の際にも中心選手として貢献した。ミランミランでプレーするネスタ2002年、ラツィオの財政難が原因で移籍金3000万ユーロで AC ミランに移籍。 当時ラツィオのシンボルであったね、スタの遺跡に対して、ラツィオサポーターが抗議行動が起こった。しかし遺跡する際のね、スタのコメントとして、遺跡するならばそれは、ラツィオの実りのためだけにだという言葉を残した。遺跡初年度、UEFA チャンピオンズリーグ、コッパイタリアを獲得した。その後も高いパフォーマンスを見せて、多くのタイトル獲得に貢献しているものの、 2006から07シーズンに肩を怪我した。2008から09シーズンにも怪我が再発し、そのシーズンのほとんどを棒に振った。この怪我で一時は引退を考えたという。2009から10シーズンは、レギュラーとして高水準のプレーを見せ代表復帰も囁かれたものの、結局シーズン途中で負傷したこともあり23試合の出場に終わった。 モントリオールインパクト2012年5月10日に10年間所属したミランを退団することを発表。7月5日にモントリオールインパクト遺跡が発表された。2013年11月7日に現役引退を発表した。チェンナイン2014年11月27日、同胞のマルコマ・マテラッツが選手権監督を務めるチェンナイン FC で現役復帰。2015年に 再び現役引退。イタリア代表としては1996年10月5日に行われた 1998FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のモルドバ代表戦でデビュー。1998FIFA ワールドカップではグループリーグのオーストリア代表戦にて負傷し、決勝トーナメントは不出場に終わった。2000年にオランダとベルギーで 共同開催された UEFA ユーロ2 0 0 0では全6試合に出場するとチームの準優勝に貢献し大会優秀選手に選出された。2002FIFA ワールドカップではグループリーグのクロアチア代表戦にて負傷し決勝トーナメントは不出場に終わった。2006FIFA ワールドカップではグループリーグのチェコ代表戦にて負傷し決勝トーナメントでの出場は叶うことはなかった。 ドイツワールドカップにて、イタリア代表は24年ぶり4度目のワールドカップ制覇を成し遂げたが、ネスタ自身としては全2大会も含め不本意な大会となった。2006年10月11日に行われた UEFA ユーロ2008予選のグルジア代表戦が最後の代表出場となり、2007年8月1日に代表引退を表明した。 イタリア代表としての通算成績は国際 A マッチ78試合出場0得点。2015年8月31日、北米サッカーリーグに2016年から新規参入するマイアミ FC の監督就任が発表された。同クラブはミラン時代の同僚パオロマルディーニが共同オーナーを務めている。2018年5月14日、セリエ B のペルジャカルチョの監督に就任した。 2018から19シーズンは8位となり、セリエ A への昇格プレイオフに進出するも、1回戦で、エラスベローナ FC 相手に敗れた後、2019年5月21日に、クラブを去った。2019年6月17日、同じくセリエ B のフロジノオネ・カルチョの監督に、就任した。ミランの OB であるフランコ・バレージは、ネスタのいないミランは考えられないとミランにおけるネスタ。 の重要性を表現した。ミランの監督のマッシミリアーノ・アレグリは、ネスタをイタリア史上最高の DF であり、チームで最も優れた選手であると評価した。ありがとうございます。